揺れの強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっている恐れがありますので今後の地震活動や降雨の状況に十分注意してやむを得ない事情がない限り危険な場所に立ち入らないなどの身の安全を図るように心がけてください。過去のの事例では大地地震震発生後に同程度の地震が 発生した割合が一二割あることから揺れの強かった地域では地震発生から一週間程度最大震度六強程度の地震に注意してください台風の大雨で地盤の緩んでいるところがあります今日の昼前から夕方は急な強い雨の恐れがありますまた明日 7日は前線の接近でで雨雨が降るる見込みですにによる土砂災害にも注意してください地震というのは断層運動で発生するものですのですでに知られている断層ではなくてその知られていない断層というのはどこにでも起こりうるんですね。ですので今回の地震は知られていない断層で発生した可能性もあります。